おはようございます。2012年3月3日ひな祭りひな祭りということもないけど、6時5分になりました、というか6分ですねになりました。おはようございます。今日は3月3日の土曜日でひな祭りですけれども、まあ寒さはねだいぶ和らいできて、まあマシになってきたという感じですよね。朝起きてもそんなに寒っていう感じにはあまりなってないので、そこそこ暖かくなりつつあるのかなという感じはしますけれども、さて、今日のニュースですけれども、もう表示してますが、今日は IT メディアニュースからですね、これがちょっとね面白い記事だったなと思って、いつでもどこでもネット時代、人は賢くなるのかアホになるのか分かれる2つの見方ということで、これはですね、アメリカでの調査なんですけれども、IT 関係者や批評家学生とかで1021人を対象に行われた調査ということで、特にその、10代20代の若者っていうのがどういうふうになってきてるのかっていうのは調査ですね。まあ、実際に能力をテストしたというよりも、そのどういうふうに、傾向があるかねみたいな調査みたい、な調査をしてるみたいです。なんか見たい見たいと言ってますが、ですね。で、まあこの中で言われてるのは、まあですね。いろいろそのインターネットとかを使ってその素早くそれの答えがあるものを見つけ出すという能力はすごく高くなっていると。でただ一方でやっぱりですね、なんか気が散りやすくて集中力がないということがあって、でまあ要は何時間も同じことをこう続けるとか、じっくり考えるみたいなことはあまり得意じゃないんじゃないのかなと、あまりそれを得意とはしていないというようなことがこう書いてありますね。で、まあこの辺はその私があちゃおちゃで言ってきたことでもあるんですけど、やっぱりですね、そのオンデマンドになる傾向がやっぱりあるので、何でもかんでもすぐに答えをこう見つけようとするわけですね。で、答えを見つけた瞬間に満足してしまって終わると。要はどちらかというとその、調べるというか調査する能力ですよね。その答えがどこかにいる、ネットでキーワードを入れて、でどこかに書いてあるものがあればそれで満足するという傾向がやっぱり強くなっていて、でその答えのないものですね、よくわからない、そのイエスかノーかはっきりしないようなものですよね。そういうものをこう探し出す能力、そこを考える能力ですね、とか、あとそのもう一度再検討するみたいなことはあまりこうね、できなくなってくるというか、そっちにこうなるんじゃないかなというのはやっぱりね、その通りなんだなという今回のこの調査結果を見てて思いました。やはりどうしてもそのオンデマンドというか、まあ何度も言ってますけど携帯電話ですよね。極端なのが携帯電話で、その誰かに対して、連絡したいと思った時に、その瞬間にその携帯で相手につながってしまうわけですね。でつながって、でその場でこれ音声でリアルタイムでつながるので、その場で答えを要求されるわけですよ。というか要求できるし、でまた相手もかけられた方もその場で答えざるを得ないわけですね。でやっぱりその辺でやっぱりなんていうのかな、すぐにこう結論が得られる、あるいはすぐに決断しなきゃいけないみたいなシーンが日常で増えているんですよ。その携帯電話がなかった時と比べると。で携帯電話がなかった時は固定電話で、家かまあ会社でもいいんですけどかけて、で相手がいなければその後折り返してもらうのを待つしかないわけですよね。で例えそのもしその留守電がないような場合だったら、もう相手が捕まるまで何度かこうかけるしかないと。でその間待つっていうことがあるわけですね。
で、またあるいはその留守電を聞いてもその場ですぐ答えるんじゃなくて少しこう考えてから返事を、ま、もう一遍電話を折り返して、でそれから返事するといったことができたわけですけれども、ただ携帯電話になった時にはもう必ず相手が出るって思ってるので、いきなりこう要件を切り出されるし、でかけられた方も電話でこう話をしているんで、その場で答えざるを得ないっていうシーンがすごく増えるということですね。でそうなると熟考するというか、こう経過よく考えるというかですね、再検討するとかですね、その辺のことがどんどんすっ飛んでいく、やっぱりちょっとね、私はねあまりいい傾向じゃないなという気はしてるんですよね。その確かに即断即決みたいなのはすごく重要なんですけども、ただそのね、それが必ずしもいい結果を生むとは限らないし、やはりそのトライアンドエラーっていうかですね、そういったことも必要になるし、で、ね、さっきも言ったほとんどのケースがそうなんですけど、世の中のことってこう、ね、答えがはっきりしているもので実は意外とというか実はほとんどなくて、こうかなぐらいのことしかもうほとんど答えがない、でその中でもう一度考え直して、あ、やっぱりこっちかなとかいうようなことをこう考えなきゃいけない、中では、やっぱりそれが、ちょっとね失われていくのがいいのかなっていうのはやっぱりそう思いますね。さてそんなところで、今日は12分になりました。こんな感じでこれはちょっとね面白い、コラムというか、まあ、ロイターが出してるやつですけども、でまた調査結果としてもちょっとね面白いなと思いましたし、あまりこの傾向が強くなると私はちょっと嫌かなという感じがしています。まあ、IT 業界にいながらですね、どっぷり使っていながら私は感じるので、そうでない人は余計にですね、なんかそのわからないというか、みんながなんとなくそういう世話しない世の中になっている感じがします。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。